はい、前回に引き続き荒垣さんのアトリエにお邪魔してます。僕がね、持ってきた洋服をちょっとリメイクしてもらいたいと思います。はい、早速ちょっとボディ見ていただきたいんですけど、3人とも初見です。初見ですね、はい。まあ、こういったことですね。やっぱだいぶボロいです。かなりボロいですちょっと視聴者の皆さんにもね、見てほしいですけど、なかなかのね、風貌ですよね。このボディ自体はユーロのチョップコートですね。はい、これですね、かなりボロいですけど、この腕の周りとかも相当破れてますね。もうだいぶ色が、うん、そうですね、うん、こっちは白い、そうですね、うん、こっちはもともとの色味だと思うんですけど、うん、やっぱ日に当たらない部分っていうのはね、しっかり残って、うんうん、なんか当時の労働者がこう日光カンカン照りの中で作業してたのかなっていう想像できますけど、うん、よく古着屋さんとかでね、このカバーオール売ってると思うんですけど、これぐらいの色なんでね、おそらくここの色がこうやって退色してった雰囲気のものですよね。まあ、実はこれ先輩から譲ってもらったもので、ギターボーカルしてた先輩、めっちゃかっこいい人なんですけど、ちょっとリメイクしていいですかって聞いて、いいよって言ってくれたんで、あれなんですけど、でボタンも取れちゃってる状態ですね。まずボディをお二人見られて、素直にどんな感じですかね。どうしよう、むずいですね。むずいな、むずい。今俺二人の脳みその中何を持ってるのかすんげえ気になる。どうしようかな。あ、裏側も見たいな。裏側もしっかり入れます。裏側がこれだから、あ、ちょっとね、このもったいないんですよね。バラすと、バラしてなんかパッチとかにしてもいいんですけど、もったいないですね。もったいない、この色、こっちの状態。ああ、だから結構原型残したいですね。日常でこれを着るってことはあんまなくて、もはやもうちょっと家に飾ってる状態ではあるんですけど、日常に溶け込むような感じでね、いけたらいいなっていうのはあって、一応僕からの材料を全部お見せしたいんですけど、はい、まずベースのこちらと、うん、これも一応サンプルで持ってきたんですけど、これ自体ももうリメイクとして何か使えたらいいかなっていうのと、うん、でこれは第1回の日野さんの時のリメイクで使ったやつですね、うん、ハンスに切ったやつなんですけど、うん、このボディ自体も使えたらっていう、うん、まあ使わなくてもいいんですけど持ってきました。でこれもトラザータイプで、ね、カルチャーとしては近いかなと思うんですけど、うん、ヨーロッパのワーク労働者が切った、うん、これもこの辺使ったりしましたね、うん、あとはちょっとパッチワークとかしてもマジで本当に別のものを作ろうかなと思ってたんですけど、うん、ちょっとなんかこの感じは多分残した方がいいのかなっていうのと、あとそのあ、ワークっていう部分で、まあ、そうっす、そう、もともと使われた別の、そうですね、あとやっぱその先輩から譲り受けたみたいなところで家に飾ってるっていう情報的にはバラしたくないなっていう感じっす。すげえ、そこまで組み立ってくれるとはだから結構このディティールのまんまもっとこう着れるように、そう、した方がいいじゃないですか、服。いや、そうなんですよねそう、結構その人はずっともうライブもこれ着てガンガンギターかき鳴らすみたいな感じだったんですけど、だからなおさらすね、そのまんまの方がいいです。いや、そう、その時のやっぱり原型がすごい、なんていうか印象が強くて、うん、ただ飾っとくのはそれはそれでいいなと思ってたんですけど、やっぱり着れたらね、すごいいいなと思って。あんちゃん、スヌピじゃなくてさ、切ってさ、あのセットアップで、あーでも、そっか、腰のディティール欲しいな。うん、腰つないでるやん、ね、原型がなくなる前に、そうっすね、この状態で切るんじゃない、はい、なかなか、うん、それを通してもう完全に穴がばっかり開いちゃってる。いつ見てもそう、めちゃくちゃやっぱかっこいいんですけど、
ものとしてね、そこだとすごい、ボロ好きの自分としても相当完成されきってる、うん、かなりすごいね、素敵なお洋服ですけど、まあここをね、どう2人のイメージが入っていくのか、ちょっとめちゃくちゃ楽しみですね。早速じゃあ、いじっていく感じで2人にいじっていってもらいます。はい、はい、じゃあちょっとね、最後に気を覚めしたんで、ちょっと2人に入力を託して、はい、今から作っていってもらいたいと思います。そんな手持ち今日は持ってきてないんですけど、こういう日本の古いあのカーキっぽい緑っぽいやつを持ってきた中で、残ったのがこの今ユーロのインクブルーですね。ここからは特に僕やることないんですけど、個人的にね、孝太郎さんと和樹さんのその分担して作業する流れみたいなのもね、うん、なんかそれ見れるのめっちゃワクワクしますね、うん、おお、何が起こってるのか、背中が背中にタックを取って、ウエストの分量を減らしつつ、バックシルエットを、はい、とりあえずバックのウエストのベルトを一旦ここで切っちゃいます。まず外すって感じですか。はい、でウエストラインに印つけたんで、うん、あー、はい、おー、真っ二つ、いった、はい、いったこれでつなぎの上半分これで作ります。結構短くなるんですね。結構短いですね。へぇ、ウエスト位置は高い方がかっこよく見えるんで。へぇ、ぶた切れましたねこれが腰回りの、あー、そこにあった状態のやつですね。もうそこ解体してる感じですか。そうですね、これは使います、部品として。あ、部品で、はい、おお。マジか。和樹さんと今孝太郎さんで同時進行で進んでいってます、ね、これで仮止めできました。フロントに左右2つか、はい、タックを入れて、裏側にも左右で入れてるって感じ。この前端、余った前端の部分でウエストベルトの部分を作っていくので、こう切っていきます。はい。ウエストベルト完成しました。すごい。で、こうなるとは。まさかの。じゃあこれを、はい、身頃にくっつけていきます。全体。ボタンが。ボタンホール。パンツの前作るんですけど、はい、ここについてるポケットが一旦邪魔なんで外していきます、はい、だいぶ残ってますよね、裏側。残ってるっすね。このインクブルーのポケット裏の残り方すごい印象的ですよね。うん、ね、完全にこれで火に焼けてこう退色したっていうのが分かる、伝わってくるっすよね。今こっち前パンツとあと後ろパンツのパターンがなんとなくイメージできてるんで、うん、今から裁断していきます。はい。こっちコートの裾で、こっちまた別で提供してもらったジャケットですね。はい。ですね。いや
やー怖いっすね。なかなか。はい。これ一発本番なんで。全然遠慮なく。はい。大丈夫だ。ちゃいます。はい。攻めます。はい。ちょっと硬いかもしれない。一応後ろパンツですね。お。前パンツ。おお。はいはいはい。ツー。あ、これ後ろパンツ。はい。の、はい、股の部分今縫います。これ後ろパンツですね。おお。じゃん。おお。あ、もういよいよちょっと分かってきた。なるほど。そうですね。そう、これ前パンツの。これベルトが欲しいんですけど、これはトップスとつなげる。そうですね。これどうですかね。これちょうどいいんでこれ使います。しっかり縫製されてるんで分解しにくい、ね、しにくい。あ、やっぱそうなんですね。やっぱワークウェアの特徴なんですかね。そうですね。ワークウェアは壊れにくいようにがっつり作られてるっすね。それが面白いからワークウェア分解する人多いんですよ、ね。うん、趣味でそうやって分解する人とか知ってるんですけど、メトロさんもして、おお、あ、それが接合部分って。そうですね。はい、アイパンツにベルトくっつけていきます。はい、53。あ、ジャストかもしれん。なるほど。結構近いぐらいなんですかね。そうっすね。今結構ワンタックぐらい欲しいな。若干余るぐらい。プロインとアウトどっちがいい？インで。インで。うん、アウトにすると多分探検家っぽくなるよ。なるほど。へえー。あ、そんなインアウトでやっぱ印象がだいぶ変わる。印象だいぶ変わるっすね。そうっすね、これインタックです。で内側に向いてるこうアウトタックっすね。外側に向けてるんで、こっちが中心、中心なんで、正中線側を基準にします。なるほど。今、前パンツのウエストベルトをつけました。で、ここにタックが入ったんですね。そうっすね、タック入れてさっき決まったやつ。ウエスト調整と、まあ、ゆとりの確保ですね。あとで後ろパンツとくっつけてパンツ完成させていきたいと思います。こういう感じですね。あ、これ合体するんですね。はい。おお。いやー、どんどん繋がっていく感じが、めっちゃ面白い。いや、この左右の絵面やばいですね。まさかこうやって、で、これがなおかつドッキングできるっていうやばい仕様に、ね、いい感じの、めちゃめちゃ良くなると思います。わー、いや、頼もしすぎる。いや、本当に。わー、正面めっちゃかっこいいですね。すごい、すごいな。普通にちょっとこのパターン欲しい。このパターン、あ、結構いい感じですか。うん、2人とも。このパターンの大好き。あ、マジですか。なんか2人がそういうテンションになってくれるとこっちも嬉しい。確かに。今から別パーツでベルトを作っていって。なるほど。これはもう今見本というか、そうですね。試しみ。なるほど。かっこいいな。これかっこいい。めちゃくちゃかっこいいですね。これは、うまい。
今サイドのポケットが両方完成しました。うん、コートのポケットだったところがパンツのポケットになったっ、ね、になりました。下のこれあれですよね。そう、こっちがさっきまで口だった方、こっちから入れる、うん、ちょっと改造して反対向きに。すげえ、このほつれの感じが一個デザインとしてもまたちょっとかっこいい。ではその穴のとこを結構ちゃんと直して埋めるってより、ここでもうこっちの袖をそのまま持ってこようかなと思ってます。ここに切り替えの袖が別につく、こっちの袖がつく感じにしようか。あ、またこれ切るって感じなんですね。はい、切ります。予想外の展開そうっすよね。はい、おぉついに切れましたね。ダメージあるところとちょうど良かったかもしれないですね。あ、これはまたね、何かしらで置いといて、はい、で、新しい袖を作っていきます。おぉ、うん、ちょっと切るのがきついな。確かにおぉ、そこにくっつくと。はい、ここにくっつけます。おぉ、これで袖が左右につきましたの状態ですね。ああ、これで肘の分量も出したんで、ああ、ちょっと前振りに。本当、あ、前に出てくるんですね。そうですね、肘の分量出して。めっちゃいいな。もうかわいい、めちゃくちゃいい短丈で、うん、袖が長い、まあ、ロールアップしてかわいいですからね、このタイプ。いやー、いいですね、このバランス。ちかっこいい。じゃあ、あと処理して、綺麗に仕上げます。はい。ステッチはダブルで。ワークっぽく仕上げてます。ここもダブルでステッチかけてます。で、ケツボケ完了です。下の角っこのところ、そのまま活かして。おー、すごい。新鮮ですね、こっちが上に来る感じというか。あ、そうっすね。ここに、補強の布、ボタンホール開けるんで補強の布をつけます。うん、生地薄いって感じですか？薄いんで、そうですね。こっちに芯貼って、おー、ホール開けてもこう型崩れしないように。うん、なるほど。1日目、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日でここまで形が出来上がって、今日のちょっと今8時ぐらいですね。5時間ぐらいかかってこの形が出来上がって、ちょっと一連振り返っていきたいんですけど、まずコートのウエストでぶった切って、宇野さんがこれですね。ここで切って、裾の端っこの部分をこっちにつけてベルトにして、つなぎの上身ごろを完成させました。これ、この裏側がコートのあれですよね。そうですね。ここについてたところですね。あ、はいはい、あ、こうなってたのが横になったって感じですね。で、そのコートの下の裾部分をつなぎのパンツの前身ごろに使って、これ、コートの後ろのベントの部分ですね。コートの後ろのベントの部分をその前立てに使って。ああ、そこですね。後ろと、あとこの袖は、別で提供していただいたカバーオールを使って、うんうん、はい、ポケットも少し改造して、うん、いい感じに使えるようにしたり、うん、で明日はほぼ仕上げ作業になるんですけど、はい、ボタンをつけたり、あと染色、うん、これと全体のトーンを合わせるように染色して明日仕上げます。じゃあここからまたさらに色が変わったりとか、はい、レベルアップします。レベルアップいや、もうこの光景見れるだけでも相当やばいですけど、うん、なんか相当かっこいいですね。途中過程でだいぶ楽しんで、ね、なんか変化をちょっと楽しみながら見させてもらいますじゃあまた明日も、はい、はい、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、